どうしたらボールが飛ばせるか、飛ばす方法っていうのは実はすごい簡単なんです。バッチリですから任せてください。みんなゴルフはすごく楽しめるようになるし、飛ぶようになる。どう握っていいかさえもわからないので。2人とも全然当たらないよね。おー、すごい。どうですか。気持ちいいですね。ナイスショー。ちゃんと飛んでる。おー、皆さん能力が本当にパフォーマンスが発揮できるようになるので、ナイスショットした時の顔なんかもう本当にね、本当に楽しそうだった。はい、原さんこんにちは。こんにちは。今回あの2回目の、動画ということで、そうですね、前回は、まあ、原さんのこう、まあ、これまでの経歴のお話とかですね、あとは、まあ、アマチュアゴルファーが、まあ春さんのこう考えで言う、あの上達しない3つの理由みたいなこうお話をしてきました。はい、まず人の真似してもできない、つまりプロのことを同じことをやろうと思っても、初心者の方はプロじゃないんで、技術力もないから同じことはできない、次に、プロと同じ道具だったら飛ぶんじゃないかな、これはだから無理なので、自分に合ったクラブを選ぶことが大事です、で3つ目はボールの位置ですね、これをしっかりと把握すること、この3つです。あの実際にやっぱりゴルフをやってつまずく方が、まあ、当たるようにはなったんだけど、今度いくら練習しても飛ばないんだよということって結構あると思うんですよ、なぜ飛ばないかっていうと、飛ばないように打ってるから飛ばないんだ。だから正しいことをしなければ絶対にボールは飛ばないんです、プロがやってることが正しいことだと思ってた。そうですね、これはノーです、自分が正しく飛ばすためにはどうしたらいいのかっていうのがすごく大事なので、ここを伝えたい。なるほど、その正しい方法を、まあ、あの知って実践することで、バカほどバカみたいに飛ぶようになると、今今回のテーマなので、あのそのバカみたいに飛ぶ秘訣、ちょっとぜひお話しいただきたいなと。聞きたいでしょう。めっちゃ聞きたいです。それがもう聞きたいっていうのがブワーって全身にもブワーって出てますよ。いや、飛ばしたいっていう気持ちがね、誰よりも強いかもしれないんで、その極意ぜひお伝えします、もちろんお伝えします、では斉藤さん。はい、斉藤です。三浦さん。はい、三浦です。まあゴルフ初めてということなんですが、はい、だからまず自由にですね、お二人に打ってもらおうと思うので、ちょっとやってみてください。はい、いいね。はい、そう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 、いいよ。二人とも全然当たらないよね。釘を打つときに何持つ？トンカチですよね。でそのトンカチで釘打つのを誰かに習った？習ってないです。習わなくてできた？ある程度できるでしょ、ですよね、ということでこれ、釘を打つときにどこに立ったら一番釘打ちやすい？上です。そうだよね、はい、でも上からこうやって打ったら打ちやすいでしょ。打ちやすいです。ボールは、はい、上から打ったら下に潜っちゃうけど、どこ飛ばしたい？向こうに飛ばしたい。向こうですよね、だからこうじゃなくて横から打たないとダメでしょ。横ですね。そう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 、オッケー、いいよ、はい、おお、ほら飛びました。飛んだね。そう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 、さっき変なとこ飛んでったりしてたでしょ。そうだよね、その時にやっぱり釘の位置がここで打てないで、この辺で打っちゃったりしてた。そうですね、だよね、それを真ん中で打つようにすることが大事。でもさ、もうちょっとバチーンと打ちたくない？いや、もうもうなんていうんですか、もう飛ばしてみたいという。打ちたい人、はい、はい、打ちたいためには、体が動くようにならなくちゃいけない、でゴルフスイングってこの長いクラブ使うから、トンカチとかだったらそんなにもう手先だけだけど、体全体使うじゃないですか、だから
体の筋肉がゴルフスイングに適応するように体をちょっと動くようにした方がいいんだよ、はい、でそのためにすごくシンプルな方法があるので、はい、何も考えずにそれをちょっとやるだけで、はい、実はゴルフスイングに必要な筋肉が全体的にウォーミングアップできるんだよ、はい、これがその道具なの、ホースみたいなの、これをですね、いいですか、こうやって振る、こうやって振る、これだけでいい、これだけ、これだけ、これだけ。やっぱりあの家にあるようなもので、うん、なんかこううまく代用できるものって何かあったりします？あるある。あ、じゃあ最初の研究の時には当然パワーバランスなんかないわけだから、はい、田中秀道選手のスイング分析する時も、はい、ホームセンターで買ってきたただのホースだったんで。あ、そうなんですね。そうです、そのホースでいいんですよ。どうしたらいいですか？ホームセンターで売ってるホースありますから、そうですね、だいたい1メーターぐらいで切っていただいて、1メーターいくらって売ってますから、ホームセンター行って1メーター買ってくればいいんじゃないですか、はい、軽く持って左右、そうそうそう、はいはい、そうそう、じゃあこれで三浦君打ってみな、そう、思いっきり打ってよ、そういいね、これゴルフスイングの動きと同じだよね、もうちょっとボールが下にあるだけで、ほら今2人ともこっちばっかり振ってるけど、左右対称に行くこと、うん、右行って、そうそうそう、三浦君前前前で、それが顔に当たったりするのは変な力が働いてるということだから、もっとだから筋肉、大きな筋肉動かすような気持ちでこうやって振って、そうそうそう、そうですね、十分ですね、これでスイングのマッスルメモリーができますよ。一つここでポイントいきますよ、クラブの握り方なんだけど、こうやって持つ、どうやって持つ、今までクラブどうやって持ってた、こうやって持ってたよね、トンカチで上から下に叩くときにこうやって持つよね、そうですね、そうだよね、だってなぜかっていうと関節が下に向かって動くから。でもボールはどっちへ飛ばしたいの？向こうだよね、はい、だから関節がこうやって曲がるんじゃなくて、こっちにこう向けないと、関節がこうやって向かないとこっち飛ばないよね、だからクラブはこう握るんじゃなくてこうやって握らないと、こうが少し上向くぐらい、うん、はい、ほら、ちょっと一緒に持って、これを振る感覚を覚えながら、こうやって振るね。それでこれを、こう、このまま、ここに振る。なぜ当たるか、体がこのクラブを振る筋肉が活動を始めてる。あとは持ち方を、トンカチを下から上にじゃなくて、この釘をこっちへ打つんだから、手のひら、肘を曲がる方向に打つこと。1-2-3 でフィニッシュ、はい、1-2-3、そう、はい、もう一回、1-2-3、 OK OK、 はい、もう一回いきますよ、はいはいはい、12の OK。
手を少しこういう風にしないで少し下ろす。そうそうそう、はい、そういう感じで、ね、いいよ。そうだ、よし、当てようとしなくていいから、そう、そこを通過すると思って、はい、もうちょっと前に立った方がいいかな、はい、そこそこそこ、いいよ。そうだ、おーし、ちょっとそこにいてね、そこにいてください。はい、やってごらん。はい、おーすごい、どうですか。気持ちいいですね。気持ちいい、はい、楽しい。これめがけて振る感じで、いいね。1、1、2、3でフィニッシュしてもらう。1、2、OK。 目的は振ることだよね、今のところ。だからこれを振ることだけやる。で振ってそこを通す。でクラブヘッドが移動してる中にボールがあったらどうなるかっていうことだけ考えてもらう。ここを通過させることだけ。はい、はい、どうぞ。パワーバランスのように、そう、 OK。 で構えて構えて、はい、そうだ、パワーバランスする感じだよ。そう、ナイスショー。おほー、すごいね、270ヤード飛んでる。71ヤード。おお、どうですか。最高。最高、これは最高。オッケー、これ最高。はい、まあいかがでしたでしょうか。あの本当に飛ぶんですねというのは、これは本当僕実感しましたので、あの飛びます。で今回はあのバカみたいにあの飛ばす方法をあの春さんに教えていただいたんですけど、次回はあの神スイング、まあ、特にスイングですね、スイングをこう綺麗にスイングするっていうのをどうやってこう身につけるか、そしてそれの練習法についてお話しいただきたいと。それも極意があります。ありますか。ものすごく簡単にできる極意が、ぜひ、はい、見ていただければ分かりますから。あのぜひですね、まあ、今回あの僕でも飛んだというのはあの皆さんあの、まあ、体感いただけたと思うので、まあ、感想でもいいですし、ぜひまた質問を書いていただきたいと思います。思いっきり振って最後まで振り切る。こんな簡単に、はい、こんな簡単にって言うけれど、はい、そういうもんです、ゴルフ。